それでは今回は僕のペットをまあ1匹紹介したいと思いますあそこで頭がちょっとだけ見えてますねニホントガゲのピースケですこれなんで今頭を出してるかっていうとあの近寄ったんで餌がもらえると思ってるんですよ なので、餌をあげていきたいと思います。あれ。どうぞ。 画質が悪すぎるえもう2年ぐらい前かなに捕まえてずっと飼ってますねでも結構人に慣れてるんで逃げたりはしないです 逆に人が来ると餌をもらえると思って顔を出します。本当はこの時期冬眠してるはずなんですけど、まあうちではね、パネルヒーターを下に引いてあるので、冬眠しないです。食べ終わったかなこれ1個あげるとね、いっぱいもらえると思ってずーっと出ちゃうんですよね。多分ね、巣に帰らないで待ってると思う、ここで。 ももう一個もらえるのをでは動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。